俺らの過去は本当に壮絶な壮絶でしたね。借金が生まれたんですよね。そうですね。お前ら生きるかしら。一回死にそうになったら多分みんなパス。やっぱりあの地獄に勝てるハードルが生きてはいけるから。レーザー渋谷、マネージャー龍泉と。レーザー渋谷スタイリスト矢谷です。ということで、まあ、僕らには、まあ、いろんな過去があるんで、そうですね。まあ、なんか今は多分、まあ、僕もフォロワー、まあ、8万くらいいて、で、ようちゃんも 4万人くらいっていう状況で、で、まあ、一緒にベレーザやって、多分エデン、まあ、一緒にやってたっていうのは知ってる人は知ってる。多分どういう成り行きでこうなって、うん、でまあ、今見ると多分さ、なんかちょっと華やかな2人じゃん、一応。はい、自分ではなんだけど、なんかこう、まあ、ストレートに言うとなんかこう、若くてフォロワーがいてっていう感じで、なんかすごい華やかな人生をなんか言ってると思われがちだけど、俺らの過去は本当に壮絶な。壮絶でしたね。マジで壮絶。いろんな人に会ったし、いろんな美容師さんに会って、どんな過去だったのっていろいろそういう話になるじゃん、うん。それでもなんかこう言えなかったことをなんか今回はなんか言っちゃう。なんかこの、まあ、まあ簡単に言うと借金した過去とか、まあある意味ちょっとなんだろう、オーナーがちょっと悪い系の人ですごいなんか苦しめられたこととか、あの日を思い出すと多分もう怖いよね。怖い、ぶっちゃけ今大丈夫かなってなるとは思うんですけど、その時マジで何も名前も売れてないし、技術とかもなかった時に起きた悲劇がやばいですよね。確かにね。まあ経緯まず話すと、はい、まずまあ俺らはザック同期で、はい、でまあオッサンドの有名って、まあその時は僕らなんだろう、今みたいになんか有名な人ってよりは有名なサロンに行くっていう文化だったから、なんかこうまあ今の人たちが逆に羨ましいというか、美容学生がね、うんうんうん、とりあえず有名店じゃん、ザックって。もう超大手、うん、俺らからしてもうなんか華やかで、うん、まあ、先生たちもなんか行ったらめっちゃ喜ぶみたいな感じの状況で、まあ、周りもザック行くのみたいな感じの、まあ、サロンだったんですけど、まあなんかそこでりょうちゃんに出会って、なんか入って入社した時にりょうちゃんに俺がなんか流星どんくらいで合格アップ来たみたいな、うん、俺がえもう次の日に来たよって言われたんですよ。はい、で僕あの2週間ぐらいで連絡来るからって言われてたんですけど、2週間経っても来なかったんですよね。で、あ落ちたのかなと思って、でも落ちたとしても連絡が来ると思ってたんですよ。でも来なかったんで一回ザックに電話したら、いやまだ決まってないんでちょっとだけ待ってくださいって言われたんですよ。でその1週間後に、あなた受かりました、よかったら来てくださいみたいなことを連絡いただいて、わこんなにドキドキさせられるんだって思って入社して、面接の時も結構目立ってたんで、あの子は受かるだろうって思ってた子なんで、ちょ一回聞いてみたんですよ。じゃあ一日で受かったって言われて、あれちょっと待って俺の3週間変え、ね、なんだみたいなっていうのをちょっと先輩とかに探りを入れてみたら、本当に欲しい子は一番最初にパパパパパって取って、ちょっとこの子どうかなっていう子でこう3週間ぐちゃぐちゃにされたっていう。で初日でなんかよくわからんあのミッキーのミッキーができたって言ってきて、やべえやついると思って、もいやモッサンのクラスやべえやついると思って、ダサいねって始まりました。なんか一発目で出ちゃったんですよ多分。そう多分ね、ダサくない。あの時多分自分もさ、なんかめっちゃオラオラ系だったの、尖ってたから、美容学校のさコンテスターで、うん、まあ優等賞とか取ったり、なんかこうなんか自分がまあなんかすごいなんかもうね、うん、特待生な感じで、うん、もうなんかもう主席みたいな感じ出たから、なんかオラオラ系で、でなんか余裕だぜみたいな感じで言ったら、ようちゃんいて、なんかまあ一発目でそんなこと言っちゃって、うん、僕大阪の学校だったんですけど、グラミー正直おしゃれっていうものを知らなくて、服はとりあえず買って着ればいいみたいなと思ってたんですけど、流星のことはあ見た目でおしゃれだなって思ったんで、その後にお金出すからおしゃれ教えてって言ったのを。そうなんですね、そこなんですよ。それが僕らのスタートで。そうですね、完全に。で、毎回休み合わせてで、服借りて営業終わりも行きましょう。営業終わりも行くし、営業中も、あ、ちょっと待って、ちょっと待って営業終わり行くし、まあなんかすごい服にずっと触れてた3ヶ月、まあ、ようちゃんは3ヶ月で辞めて、僕は6ヶ月で辞めて、
まあ、なんか、ようちゃんといろいろ話してたんだよね。なんかサロンに対しての思いとか、まあ、自分たちのビジョンとか、まあ、積極的自体、うん、消極的自体ではないなっていう、うん、なんかこの何かのせいにしてんじゃなくて、自分たちがやりたいのはアウトプットじゃん。夢って良さって、インプットすごい大きくやって、で、ミスらない準備をしてるじゃん、うん、営業で。俺らがやりたかったのって、もうアウトプットでかくして、ミスって、失敗して学ぶみたいなのが多分、正直俺らの世代だと思うんだよね、それが。そうだね。だから、だったらもっとどんどん入客して、どんどんやってって、なんかずっとこうやってやってたじゃん、シャンプーやってたじゃん、一日中練習したね。そうだね。で、まあその時はそういう気持ちでやめて、一個面白いエピソードあるんで言っていいんですか。いいよ。なんかカラーのテストがあったんですよ。でカラーのテストがあったんですけど、カラーの、まあ、まず、まあ、リタッチっていう結構一番最初に初歩的な習うカラーで普通にやっていくんですけど、練習が朝と晩ずっとあったんですけど、いつも練習終わったぐらいに来るんですよね、彼は。で、営業終わった途端にいなくなるんですよ。で、僕がずっと話してたのを、そう、先輩が知ってるんで、店長より早く帰るやつ、店長より早く帰るやつって言われてて、逆に僕に、なんで流星帰ってんのみたいなことをめちゃめちゃ言われてたんですよね。で、僕はまあ知らないですとか言って練習してたんですけど、で、ある時にテストがあったんですけど、テストでちょっと角になってる、こういう感じで角になってるあのテスト会場があって、流星が一番ここ端にあったんですよ。でみんなスタートって言ってポン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 ってやるんですけど、めちゃめちゃ難しくて、現段階でめっちゃ練習してて一番上手い同期の子がいたんですけど、その子も落ちたんですけど、合格発表の時に合格発表します、内藤なんですえみたいな、みんなえってなって、まあ、先輩たちもちょっとなんかギクシャクしながら、えってなったんですけど、一回も練習してない、練習してないのに合格してたんですね。で、それを後々内藤さんに聞いたんですけど、あのなんかこの角があって、ここで流星がやってたんで、みんな集合してチェックを見てたんですよ、どこがダメなのか知りたいから。でもこの角に来るまで流星はずっとチェックしてたんですよ。ダメ、やめろってよ、ほんと。それは後で聞いた話ですよ。やめろって。で、このそんな長くないよ、言うて。分かるけど、あの時の自分は目の前に先輩はやってないのに、なんで俺はこれやんなきゃいけないんだっていう、うん、その葛藤に勝てなくて、で、家でずっとカットの練習したじゃん。分かるでしょ、あそこの。分かるでしょ、ブルーシートになって。ブルーシートになって。はい。だから、見えないところで、なんかベランダでカットしてたじゃん。うん、なんかまあ、なんだろう、そこがまずあって練習できなかったのが一つと、うん、あのまあ角角で、俺は何が先輩に練習しないで営業中ずっと聞いてたの、いろんな先輩に、うん、先輩あの要点ってどこですか、受かる要点って、って受かるポイント教えてください、もう全部情報収集して、うん、ポイントだけ全部聞き出して、うん、でこう席が配置され、配席じゃあついてみたいな、うん、時に一番最初に見えないとこだったんですよまずここがポイント、なるほどと見えないとこ、ちょうど合ってたの、角みんな、なんだろう、とりあえず練習してる感じに見えたの、俺は。俺からすると。そうそう、なんかとりあえずなんか頑張ってるみたいな。まあ、それも大事だけど、俺はなんかもう、昔からそうで、ワインディングもそうだけど、ワインディングコンテストとか出てたけど、なんかそれもそうで、なんか、なんだろう、量でカバーする人を見てられなかったの。で、よりは質、うん、もう一個一個の質、もう、なんかもう目の前のなんかポイント、コンテストだったら、ここの要点が決まってれば入賞するとか、うん、その要点しか俺は練習しない。だからもう無駄ななんか見えないとことかさ、うん、とかはやんない人だったんだけど、まあ後々こう気づかされたけど、イギリスとか行っていろんな大事な細かさとかに、まあでもその時は本当そういう考えで、もうなんかタイム入んでるわけないかと思って見てたらあれ先輩全然来ないなと思って、まあちょっと若干チェックしてって言ってもまあ1分くらい何でもファッションウィークのこれ誰ですか。これ僕です。毎回ね入ってね、これ撮ったの僕です。これ僕撮りました。そうね、エデンですね。エデンですね。あ、エデンが決まる前はあのヨウちゃんがその渋谷の109のカフェみたいな
美容室に働いてて、で俺らはエデンのもともと旧姓がモアって名前なんですけど池袋にあって、そこで僕らは働いて、まあ最終的にそこを、まあ、乗っ取るって言い方あれだけど、そこをまあ僕たち自分たちのものにする瞬間があったんだよね。まあそこまでは、まず洋画に住んでて池尻橋に住んでて、はい、で2人で僕はもう1人いたんですけど、もう1人の子と池尻橋に行って、その子もエデンと一緒なんですけど、まあ美容学校から一緒の子で、で陽ちゃんがエデンに来るってなった時に3人暮らしに変えたんだよね。そうなんです。池尻橋で、いや逆にいいんだったら行くよ、家賃3分の1だしって言って、 8.8 万の家賃で、うん、7畳、8畳、8畳1間で3人暮らしで来て、まあ、エデンっていう名前にしたのは、エデンは始まる地っていう意味があって、始まる地、始まりの地ですねってところで作って、で、まあ、ヨウちゃんと俺とそのタッキーっていうもの人がいて、サギザーさんいて、はい、で、3人でまあスタートさせて、1ヶ月ぐらいヨウちゃん、シホちゃん、あ、シホちゃんが来たんですよ、その後。ヒロちゃんも、まあ、某有名店辞めて、地元帰った時に僕らが声かけて、一緒にやろうぜみたいな、絶対成功するからみたいな感じで、めちゃくちゃ説得してね、めっちゃ説得してね、めっちゃ説得しましたね、めっちゃ説得してこっち来て、で、まあ、エデンのメンバーがだんだん集まってきたって感じだよね。そうです。で、まあ、いろいろあったよね。いろいろありましたね、本当に。マジでいろいろあった。もう一番濃い。もう人生で一番濃い。なんかあれがあったからこそ今の自分が。今マジ何も怖くない、何も怖くないよ。もう正直怖くない。正直何も怖くないね。なんかさ、よく死ぬ、なんか、そう、よく、うん、なんか死ぬこと以外、擦り傷っていうのあるじゃん。あ、言葉ね。わかるわ。あれがもうすごい、あ、なるほどねってなります。まあなんか出だしは、まあ順調って順調。うん、で、ミニモっていうサイトで、カットから取れても3000円。うん、で、まあ、僕たちずっとやってて、だから1日10人やっても3万円じゃん。そうですね。だからなんかすごい生産性はすごい悪いっちゃ悪いじゃん。技術のスピードもないし、うん、まあセット数5名しかないし、5名しかなかったし、1人1対1で埋まるし、うん、外の階段にはお客さん座って待ってるしみたいななんかもう地獄みたいな地獄みたいな確かにそんな感じで、なんかもうなんだろう、もう本当始まりの地っていうよりは、もうなんかもうなんていうの、もう荒れ地みたいな感じだよ。エンドロードみたいな、エンドロードみたいな、終わりの地みたいになっちゃう21歳か、まだその時だね。僕20とか、ね、本当はもう6ヶ月なんで、卒業して6ヶ月でサロン建てて、うん、で、建てたっていうか、まあ上の人がいて、そこでやらせていただいてっていう感じで、まあ初めての興味、初めてのなんかね、だから自分たちもさ、なんか今思うとさ、なんかすごいこれめっちゃ思うんだけどさ、うん、今例えば、うん、今ベータの子たちはさ、うん、例えばさ簡単にさ、例えばなんだろう、スタイルして作ろうぜとかさ、うん、ベータのスタイル作ろうぜとかさ、うん、例えばホットペッパーもっと上げようぜとかさ、うん、例えばネタ上げようぜとかさ、結構簡単に言うじゃん、うん、俺らさそれをまずゼロから始めてやってたじゃん、うん、だからなんだろう、上げるこ上げて俺らもお金使っていたじゃん、そうやってなんか、うん、ホットペッパーとか上げたりとか、なんかもう超大変だったよね、何やっても上がんないみたいな、うん、まあでもそういう気分点は全然超えてて、うん、まあ、店は全然潰れない状況だったけど、やっぱその何も知らないから、なんかその3000円でこんだけずっとやればいいじゃんって思い込んでたけど、将来のことめちゃくちゃ考え始めたらバカみたいに毎日怖くなってきて、うん、で、やばいなってずっとなってたけど、やばくねみたいな、なんか俺らのコミュニティが狭すぎて、もう池袋で俺らやってるっていう、1年目でこれだけ自分らできてたらいけるっしょって自分に自己暗示をかけて、あんな感じ感じ、そんな感じマジで、もう完全に自分みんあの一人一人が洗脳し合ってたみたいな感じだよね、うん、だから周りが見えてないし、インスタもバズってないし、収穫、うん、もミニモだし、安く読んで早く返して、安く読んで早く返して、で遅いやつが怒られて、で単価アップできないやつが怒られて、うん、とかなんかすごいこうお金に汚い人間になっちゃったみたいな、なっちゃったみたいなあるね。なんかまあ目の前のお客さんを、なんだろう、テンション的には3000円しか払ってくれない人に対して、うん、僕たちは3000円以上のものを提供しないみたいな考え方、
マジでこれちょやばくないと思ったよ。普通にやばい。でも本当に思ってたからね、あの時は若いし、うん、一人一人がなんか仲いいように見えて仲悪いって感じで、お互いを探り探りみたいな、そう警戒し合ってたよね途中から、うん、まあ、俺は俺で突き抜けてなんかどんどんなんかみんなに相談しないでいろいろやっちゃって、で、まあ、一時期なんか僕がなんかそういうのやりすぎて、まあ、みんながついてこなくて、でなんか俺だけ先輩扱いみたいな時期もあったじゃん、うん、ありました、ね、うん、あの時ね、まあ、あの時、まあ、でもそれはそれでなんかもう一人の男の子がいて、その子がちょっとまあ僕に対しての嫉妬とかなんかいろんなこともあってすごいこう崩れていったよね、なんかもう、うん、なんだろう、家族ってこうやって絶縁関係になるんだってくらい今は特にさ、うん、大人を信じれないよね、未だに。そうだね、なんか未だにいい話は信じれないし、うん、なんだろう、お金に関して、そう、全て疑いから入るじゃん。でもこの人は俺のこと褒めてるけど実際は、そう、めっちゃ分かるでしょ、実際は今後のこのビジョン、あの人のビジョンがあって、うん、俺をうまく使おうとしてんじゃねえか、うんうん、これマジで俺すごい、これはなんだろう不幸だなって最近は思う、すごい、人を信じれなくなる、そうそう、人を信じれなくなってるから、まあ、それはなんかやっぱそのエデンのオーナーが、まあ、悪い系の人で、みんなにいい顔しつつも、そのいい顔するだけならまだいいと思うんですけど、それにプラス他の子の悪いと思ってる部分をナチュラルに植え付けるというか、そう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 、言ったら A 君と B 君がいて、オーナーに B 君と話してる時は B 君めっちゃすごいよ、でも A 君のこの辺が良くないよねっていう話をしてるのに、 A 君と話してる時は B 君のこの辺が悪いよね、 A 君はすごいけどっていう会話をずっと1年間ぐらい続けられたんですよ。そうだね。でもその時点では自分がそのお店でしっかりと盛り上げ立てたりとかお金とかやっぱもっと欲しかったんで、あ、じゃあこの人の言うことを聞いてれば上に行けるからお金がもらえるっていう、なんか状況だったね、完全に。そう、なんか、どうなんだからこそみんなはその人の前で自分以外の人を下げるみたいな習慣がね、うん、もう身についちゃったよね。で、それがだんだん明るみになってって、あいつ裏ではこう言ってる、あいつ裏ではこう言ってるの連続で、もう誰も信じれなくなって、マジでな、はい、やばかったよね、マジで。やばかった。そこで、まあ、まず俺が動いたんだよね。そうだね、俺が動いて、僕は銀座店にそのまあちょっと系列店があって、そこをまあエデンに変えようってことで、エデンを2店舗目っていう形で、もう1個の系列店の名前をエデンっていう名前にして銀座店を出して、僕はみんなと一緒にいたくなかったから、うん、銀座っていう地を選んでまあ行って、うん、でみんなは池袋にいる、でも池袋の人からしたら流星マジまた一人で、うん、勝手に動いてるわみたいな雰囲気、ね、でも俺はなんかそんなことより、なんだろう、俺はずっとなんか誰かっていうよりは自分、常に自分にベクトルが向いてたから、うん、なんだろう、みんなのこと下げるとかみんなのことどう思うとか全く興味なくて、とにかく自分が良くなること、ある意味ね、だから下げるとかじゃなくて自分が良くなることを、逆に下がってると思ったら自分を上げる方法っていうのを常に考えてた。だからなんかそのみんなと一緒にいる、なんかこんな環境で、こんななんかもうぐちゃぐちゃな環境でもう入れねえなみたいな、普通に思って場所を変えて、流星はあのインスタが急にみんなと離れた瞬間にバーンっていって、そうなんですよ、そうなんですよ、そこでスピードがすごかったんですよ。だから僕はそこで本当によく、これは結構いろんなメディアで話すけど、もういろんな人が美容師のなんか巻きとか、美容師のなんだろう、ホテルの使い方とか、美容師の可愛い、美容師のかっこいい、美容師のおしゃれっていうのをやってる中で、僕はお客様が目線にめちゃ立って、市販のシャンプーのランキング作ったり、巻いてる動画を女性に変えたりとか、みんな自分が巻いてるその動画を出したいんですよ、美容師って。その時のね、今は当たり前のようにこうやってやってるけど、俺はそれをまあすごい気づいて、こう動画を見てる時にこう自分が巻いてる感覚に陥る動画ってとか、モデルさんが負けるなら自分も負けるって信じ込ませるっていうか、まあ信じ込ませるっていうか、まあ信じるじゃないですか、まあ、できるしっていう、こう発信の仕方を僕は多分業界で初めてやったから一気にジョーンって言って、でもみんなまだ俺の周りをし始めて、
で、まあ、全然伸びなかったじゃん。もう誰も伸びなかったじゃん、うん、誰も伸びなかったじゃん。で、ちょっとしほちゃん来たから、まあ、しほちゃんもその時銀座来て、うん、で俺と俺に多分俺が上がった瞬間にみんながちょっと俺に食いついてきてまた、うん、っていうなんかさ、その感じもすごい俺的には嫌だったけど、でもなんか別にそんなに、なんだろう、プライドっていうか、そこに対してプライドはなかったから、なんかしほちゃんとかに教えたりとかして、うん、俺はそのバズったからさ、さらに次のステージっていう考えだったんで、ずっと、うん、みんなを捨ててでもっていう、でもさ、最初の始まりってさ、仲間で集まってるわけ、うん、ザックの仲間だったり、資生堂の仲間だったり、しほちゃんだったり、仲間で集まってるのに、俺はみんなを捨ててまでも渋谷っていう地で、うん、美容師をやりたい、うん、渋谷で地でやりたいって思ったのは、僕にその昔の今は違うけどベレーザのオーナーがいるんですけど、その人が僕に声かけてきてくれて、うちでマネージャーやってくれないかって、恨み合い、まあ、俺は多分恨まれてる、それはそれでみんな流星のジャンっていう俺は刺されんかと思ったのいつかそれで請求された額が190やめないと、まあ簡単に言うと